私は私が大切。私の私はちっとも変わんないよ。そう、そう、そうだ。私は私だ。そう、私は私だ。やっぱり相当お腹の調子悪いの？姉さんなの？少し変わった人だから。あ、あたしの部屋にあるから後で取ってくるね。あ、そうだ、ショウゴ、プチマルベイビー好きって言ったよね。キャラクターが一番好き？そうなんだ。ごっつい大人がね、めちゃくちゃ泣くですよ。やめてやめて、ダメよ。やめてダメ、くっつけちゃダメよ。お腹と背中が、ギュー
それだ、それがキュレイウイルス。どうして誰もいないの？みんなどこ行っちゃったの？みんなどこなの？答えて、答えてよ。なんで私のプリンがないのよ。食べたわね。世にも奇妙な物語盛り、夏の恐怖スペシャル、7月18日木曜放送。奇妙な恐怖の世界を保るのはあなたかもしれません。まだカフェ来ないの？忘れてたんだ。ううん、もう私バイトの時間だから、バイバイ。明日は会えるといいな。本当？翔吾もそう思ってた？じゃあ会おうね。明日は会えるよね。あのね、今日赤手紙通り行ったらね、
なーにフンフンしながら歩いてんの。やっほー、ショーゴ、ご機嫌悪そうね。先生の方よ。病気って大したことがなければいいね。ないよ。実技の方の課題の提出期限は今朝までだったから、滑り込みで今出してきたとこ。まあね、夏休み中の課題もいくつも出てるしね。え、違うよ。あれはあくまで私の個人的作品。学校で教わってることとは全然別なの。昨日見せたのはね、グループ展のための作品なの。古典ってわかる？展示、作品発表会ってこと。グループ展っていうのはね、何人か集まって共同で発表会をするわけ。わかる？一人でやる場合は古典ね。張り切ってるんだよね。楽しみなの。お茶でも飲まない？気がついてよ、気がついてよ、すぐ。ものすっごい、ものすっごい恥ずかしいじゃん。もっとサービス精神旺盛じゃないとスイートハニーにモテないぞ。うわ、ラブリーエンジェルはいないの？
の子猫ちゃん寂しがらせてごめんねみたいな感じの。はあ、あのね、正吾、恋人とか好きな女の子とかは？経済力よりも一緒にいていつも笑って過ごせる、そんな人がいいね。はい、できた。どうぞ。なんで普通に飲むの？ボケは？普通ここはリアクション芸人の場合、目とかで飲まない？今どこ？学校？本当？わかった。あたしもすぐ行くからね。お昼一緒に食べようね。じゃあね。しずる、今の言い方聞き捨てならないわよ。神聖な勝負を汚さないでくれる？それじゃまるで全部の格闘技がワークだって聞こえるけど。私はそれほどマニアックな言葉遣いしていないと思うけど。